Google Earth では月への往復20回分に相当する約1600万キロを超えるストリートビュー画像に加え、すでに地球の 98% が人工衛星によって撮影済みです。ですので見どころさえ知っていれば隠された秘密の場所をたくさん発見することができるんです。地表には奇妙な車輪のような模様が刻まれています。専門家によると8500年前に製作されたものだと言われています。それほど古いのならかの有名なペルーのナスカの地上絵よりも古いということになりますよね。これらの車輪のデザインにはいろいろなバリエーションがあり、中心から放射状に伸びるスポークのようなものが描かれているものや、ほんの数本の線が描かれているものもあります。さらに円形でないものもあり、三角形や正方形のような形をしているんです。次は周囲の風景から際立つ巨大な顔を見てみましょう。この顔は空からしか見えません。ここはカナダのバッドランズガーディアン。この不思議な岩の興味深いところは、岩の形を整えるために人間の手が加えられていないところです。粘土質の土の層が雨水によって浸食されたことにより顔が形成されたのです。ちなみにイヤホンをつけているようにも見えませんか。中東のブルーズアイは今見た車輪にちょっと似ていますよね。目の部分を向いた3つの三角形になっているものや、三角形から中央まで石の山でつながっているものもあります。でも未だにどのように形成されたのかは解明されていません。オレゴン州のあるトウモロコシ畑の真ん中には巨大なファイアーフォックスのロゴが刻まれています。約4200平方メートルを超える大きさをしていて、2006年にブラウザーのダウンロードの5000万回記念を祝うために作成されました。北西部の州にいる間に森の中に隠された秘密を発見してみましょう。はい、民間航空機が1機見えますよね。これは家に改造されているんです。ズームインしてみると古く破棄された輸送船のようにも見えますよね。でも森になっているようにも見えます。はい、これはオーストラリアの SS エアフィールドと呼ばれる102年前の船なんです。この1100トンの巨大な輸送船は石炭を運ぶために使用された後、約50年前に解体されることになっていました。でも計画通りにいかないまま時間が経過し、最終的に水上に浮かぶ森へと変化していったのです。次の島は幻の島とも呼ばれています。約10年前にオーストラリアの科学者のグループは南太平洋にあるマンハッタンと同じくらいの大きさの島を見失ってしまったのです。サンディ島は不思議なことにある日突然出現しました。でも研究者たちが数年後にその場所に到着すると完全に消えてしまっていたのです。地面が全く見つからなかったので、一部の専門家は軽石でできていたので消えてなくなってしまったのだと考えています。アリゾナ州には巨大な三角形があります。一部の人々は放棄された飛行場だと考えているようです。たとえこの三角形が謎に包まれていなかったとしても、かなり興味深い形をしていますよね。ちなみにこの空域を飛行している際に三角形の飛行物体を目撃したという人々もいます。この巨大な星にはびっくりさせられますが、不可解な部分もあり、中央アジアの風が吹く草原にあります。もちろん奇妙な形や構造に関する説はたくさんあるようです。でも実際にはそれほど興味深い理由があるわけではなく、単なる公園の輪郭なんです。そして星の周りの円は公園の周りの道になっています。木々が立ち並んでいるので航空写真だと目立つようになっているんです。これは渦巻き型のポータル？それとも古代の記念碑？いえ、そうではなくてデザートブレスと呼ばれるアートインスタレーションなんです。この約9万3000平方メートルのデザインは2007年に砂漠を心として祝うために制作されました。
ある時 TikTok のユーザーがネバダ州の人気のない鉱山の町の近くで輪になって立っている数人の人々を発見しました。砂漠の土地にあるパッチにズームインすると円形の物体が親指の指紋のように見えたのです。さらにもう少し近づいてみると近くに不吉な家があるのを見つけました。そして周りを見渡すとマントをまとった人物が自転車の近くに立っているのを発見し鳥肌が立ったそうです。そこからそれほど遠くない場所にグループになっているのを発見。奇妙な儀式を行っているように見えたのです。最初は見てはいけないものに出くわしたと感じていたようですが、少し調べてみるとこれも最後の晩餐と呼ばれるアートインスタレーションであることが分かったのです。多くの人々はモハーベ砂漠を探検する際にこれらの彫像を見に訪れます。グランドキャニオンの北にある噴石級火山の近くにも奇妙な模様がありますが、小さな丘が点在しているようにも見えます。専門家たちはこの不思議な模様がアリによるものである可能性があると語っています。この地域には赤収穫アリが生息していて 1.2 メートルの幅のアリ塚を建設します。塚は通常約 10.2 平方メートルの裸地に囲まれているので、何百もの散らばった円のように見えているかもしれないのです。ハート型の湖を見たことがなかったらオハイオ州に行ってみましょう。ロマンチックなデートにぴったりの場所が見つかるかもしれませんよ。ロシアにある大きな猿の顔はどうなっていると思いますか？自然によってできたものか、それとも何か特別な原因があるのでしょうか？そのことは現在でも解明されていません。湖にある島や島にある湖の島に行ったことがある人でも、さすがに島の湖にある島の湖の中の島を見たことはないと思います。早速カナダに行って見てみましょう。ここで探しているのは小さな湖の真ん中にある小さな陸地です。この湖はさらに大きな島に囲まれています。そしてこの珍しい島はビクトリア島の中にあるんです。飛べなくなった飛行機はどうなるのかと考えたことはありますか？もちろん飛行機の墓場に行くことになるんです。飛べなくなった飛行機は特別な保管施設に送られ、そこで部品が回収されたり後に再利用できるようになるまで放置されるのです。アリゾナ州ツーソンには世界中でも群を抜く巨大な施設があります。宇宙からでも簡単に見えるほどの大きさだといえば想像がつきますよね。世界最大級のプールの一つであるチリのサン・アルフォンソ・デルマルリゾートのスイミングプールは長さが800メートル以上あります。1往復するのにどれくらいの時間がかかるか想像できますか？中国のゴビ砂漠には様々な不思議な構造や複雑な模様が見られます。その中の一つには30メートルごとに前後に伸びる見事な直線のグリッドがあります。この模様には32キロ以上の長さがあるんです。専門家によるとこれはアンテナの施設で、天気を調べたり大気の研究を行うためのシステムだと言われています。2003年ボリビアの貨物船フェリーの SS ジャシムがスーダンの海岸付近で座礁し、その後沈没してしまいました。でも地球上で最大級の難破船の一つなので Google Earth を使えば見ることができるんです。イギリスではベッドフォードシャーの野原を歩く巨大な白いライオンを見ることができます。残念ながら全てチョークでできているので上空からしか見ることができません。ジャングルの王者は実用的な目的も果たしていて、道に迷った時のために頭がウィプスネード国立公園の方向を向いているんです。豆知識を一言、このライオンの一帯にはケイビーやワラビーが生息しています。サバンナのハンターも随分見くびられたものですよね。次はアフリカに行って本物の動物を見てみましょう。 Google Earth には上空から見た動物たちという機能があるので、ケニアの川で水を飲んでいるカバの群れを見ることもでき、その近くには巨大なヌーの群れまで見られます。
その後はさらに北部へ向かってみましょう。このピンク色の点の集まりはすべてナクル湖に群がり、餌を食べているフラミンゴなんです。この湖は数千羽から数百万羽のフラミンゴが集まることで知られています。アフリカ大陸の他の地域ではナミビアの砂丘に群がるアザラシや南アフリカの泉で水を飲むゾウの群れまで見ることができます。星のような形をしていますが、実を言うとここは約500年前に建設されたオランダの要塞なんです。でも1851年に村になりました。それから100年後、地元の人々によって復元され歴史博物館として使われることになったのです。